久保さんまあ負け際大事ですね。負けを認めるもの大い負けを認める勇気も大事ですね。てかそもそも何と勝何、何と勝負してるんでしょうね、そもそも論として。何と勝負してるんでしょうか。うん、多分ねあのー まあ僕はネットビジネスにおいては自分との勝負かなと思いますもちろんあのライバルに勝たないといけないっていう部分がああのもちろんね他の例えば情報発信で言うならば情報発信をしている人は <laughs> 他にもいるわけですからあのその他の人に勝っていかないといけないっていうのはあるんだけども結局ほとんどの人はね折れていくわけですよやめていくわけですよ要は自分に勝てないってことですねだからまずベースとしては自分に勝つっていう自分 まずその市場で勝つ前に市場で勝つかどうかを問う前に何だろうな自分の今日の自分を上回ることで上回ることでって明日の自分は昨日の自分よりちょっと成長してるっていうこの繰り返しなので多分自分に負け続けたら人生って多分何の成長もないんじゃないですか。 うん多分ネットビジネスで稼げない人ってほとんどが多分自分に負け続けてるんだと思いますねうーんベースとしてはねもちろん結果を出さないといけないんだけども多分続けられないしやれないしやらないしだから自分に負けてるんですよねうんあ僕は思いますね自分に勝たないとネットビジネスは特にできないなぜならば人が見えないんで最初の段階はうんだってアクセスなんか最初来ないですからねだから 結局見えるのは自分しかいないんですよ。まあその動画撮るんだったら僕の自分しか見えないですよね。別にああなたを僕は見てないわけですよ。あなたの顔も知らないし、あなたは僕の顔を知ってるかもしれないけど、僕はあなたの顔を知らないです。でそれが事実です。<laughs> いつも見てるのはね僕は久保さん久保さんもねカメラ越しに自分の顔をずっと見てるだけですから、僕もカメラ越しに自分の顔をインカメで見てるだけでなんで、結局自分との勝負なんですよ。これは。うん。なんみんな自分に勝てないですよね。 自分に負け続ける人生いってらっしゃい。